今年は豊作になるといいな。そうだな。うっと、シスターネリー、なんだ、また教会の小坊主か。いつか魔法帝になってあなたを幸せにします。だから俺と結婚してください。みんなのシスターだから。あ、なんだ。ごめんね。諦めろ。いや、だからね。まだまだ。本当にごめんなさい。シスターリリー、ワンモア。しっかり。水創生魔法。やめとけってアスター、お前が湯の兄に勝てるわけねえじゃん。くらえ、必殺だってアスター、魔法使えないんだから。なんもってねえ。まだだ。アスター面白い。センスゼロだな。その年で何の魔法も使えねえとか、マジありえねえ。お前らなんだ、年上に向かってその口の利き方は。うるせえ。この世界は魔法が全てなんだよ。魔法なんて使えて当たり前。使えないやつなんてアスタしか見たことがねえ。なら巻き割りはこの俺にお任せを。ユノ兄とアスタ同じ年でこうも違うかね。ユノ兄だったら魔法帝直属の魔法騎士団に入るのも夢じゃねえかもな。もうすぐアスタの授与式、グリモワールを手にすれば触発されて魔法も使えるようになるはずよ。シスター、多分ね。グリモワール、もうすぐもらえる。やっと、やっとだ。3月、ホタルタンポポの綿毛舞う頃、年に一度クローバー王国の各地で15歳になる者たちを集めて持ち主の魔力を高めるグリモワールの授与式が行われる。すっげー、これ全部グリモワールか。俺のはどれだろう。グリモワールを手に入れればきっと俺も魔法が使えるようになる。すぐにユノに追いついてみせる。グリモワール、これが私のグリモワール。どうだ、俺の方が大きいぜ。僕の方が分厚いぞ。グリモワールが来ないんすけど。また来年。マジかよ。四つ葉のクローバー。四つ葉、あの伝説の初代魔法帝も授かったという。すごい力が秘められた、幸運が紛れ込んだクリモワール。俺は魔法帝になる。ユノ、待ってろ、すぐ追いつく。俺はお前のライバルだからな。ありえない。こんな
ちんけな村でとんでもねえもんが出やがったよ。なんだお前。少し前までは魔法騎士団で鎖魔法のレブチとして多少名を知られてたんだがね、追放されて今はしがないただの盗賊さ。グリモワールを使えるのは選ばれた本人だけだが、四つ葉のグリモワールは闇のコレクターにとんでもない高値がつけられ、そのグリモワール俺がいただこう。残念だったね、この場に俺が居合わせて。君の伝説は始まる前に終わりだ。そのペンダントも金になりそうだ、もらっておくよ。何してんだお前ら。サジャの舞。重い攻撃だ。これが町の外の魔導士。体鍛えたくらいじゃ歯が立たねえ。無駄なあがき、ご苦労様。俺はなこの鎖で触れた者の魔力量を知ることができるんだが、お前は魔力が一切ない。お前はこの世界じゃなあできやしない。何もかも諦めな。生まれながらの負け犬くん。おい、誰が負け犬だ。そいつは負け犬じゃねえ。そいつはアスタは俺のライバルだ。まただ。ライバルと仲良くやる趣味はないからな。どっちが魔法帝になるか勝負だ。
手紙書いてよ。行ってらっしゃい。早く帰ってきてね。すぐに帰ってくるさ、アスタは。ナッシュ。じゃあ行ってきます。待て、ユナ。みんな行ってきます。